お酒を飲んで今日もお疲れ様。はい、ゆっこ師匠です。さあ今日は師匠のマカロニサラダを作っていきたいと思います。まずお鍋にお湯を沸かしておいて材料を準備していきます。人参は皮をむいて半分に切って薄くスライスする感じですね。だいたい1ミリぐらいの幅でいいと思います。で、人参はマカロニと時間差で茹でていきます。こんな感じに切れました。ハムは半分に切って1センチぐらいの幅に切っていきます。こんな感じです。お湯が沸いたのでマカロニを茹でていきます。お鍋にお塩をだいたい大さじ1から2ぐらい入れてマカロニを入れます。今回はサラダマカロニ、こちら4分だいたい 50g ぐらい使いました。これを茹でていきます。で、きゅうりと玉ねぎはスライサーで薄くスライスしていきます。マカロニを入れて2分経ったので、ここで人参を入れていきます。で、マカロニと一緒に茹で上がるような感じにしていきます。スライサーで切ったきゅうりと玉ねぎは塩もみをしていきます。適当に塩を入れてキュッキュキュッキュ揉んでいきます。で、少ししんなりして水分が出てきたらお水でさらしていきます。で、よーく塩を洗い流してください。何回かお水取り替えるといいと思います。で、お塩を洗い流したらここで 3,4 分お水にさらしておいてください。はい、マカロニが茹で上がりました。ザルにあけてお湯を切っていきます。さあ、それではマカロニをあえていきます。水にさらしておいたきゅうりと玉ねぎは固く水気を絞っておきます。で、これを一緒に入れていきます。ハムも一緒に入れちゃいます。ハムが重なっていたら手でほぐしながら入れてください。ここにマヨネーズ投入、だいたいこれ大さじ7ぐらいですかね、7から8ぐらい入れてます。これを混ぜていきます。で、胡椒も入れます。量はお好みで加減してください。塩と、ここに師匠はパルスイートを少し入れます。パルスイートを入れることによってちょっと酸味が和らぎます。それでこれをよく混ぜます。はい、こんな感じにできました。それではこれを盛り付けていきます。はい、師匠のマカロニサラダの完成です。はい、それでは試食したいと思います。ふー、チャチャララマカロニサラダ。ふー、その前に今日はじゃ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 、アサヒスーパードライ
春限定スペシャルパッケージ、こちらで乾杯。中身はなんか同じらしいんだけど、なんかパッケージ、春って感じでしょ。お仕事に、お勉強に、遊びに、お疲れ様でございました。それでは乾杯。うまい。うまい。さすがスーパードライ。安定の美味しさ。うまい。絶対うまいやつじゃないですか、これ。ハムも食べる。ハムとマカロニと玉ねぎとキュウリと。私お野菜好きなんで結構いっぱい入れちゃうんですけど、すごく食べ応えがあります。で、スライサーでスライスして、塩もみして、あと水でさらしてギュギュって絞ると辛みも取れますし、いっぱい食べれます。茹でるときに時間差で人参茹でたら楽じゃないですか。レンチンしてもいいんですけど、せっかくマカロニ湯がいてるのでそれに栄養をいっぱい取りたい方はレンチンでぜひお願いします。マヨネーズだけでもいいんですけど、パルスイートちょっと入れるとまろやかになるので、もしよかったらやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録、コメント、高評価もどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画まで、バイ。さん、はい、見てくれてありがとう。見てくれて